で皆さん、長らくお待たせしました。GP ヒストリーボリューム10、元井 DMGP2022 の振り返りということで、今回は3年ぶりに行われたグランプリを振り返っていきます。それでは早速見ていきましょう。まず最初、DMGP2022 の基本情報はこんな感じ。今回の会場はコミックマーケットでおなじみ東京ビッグサイト。参加人数は両日3700名と過去最大規模でした。あの幕張メッセで行われた GP エースですら2500人規模ということを考えると、とんでもない拡大っぷりです。そして今回の入賞プロモがこんな感じ。人気カードが勢揃いということで、さぞ大喜びかと思いきや、実はここちょっとした炎上騒動がありました。一体何が起きたのかっていうと、参加申し込み日が9月8日なのに、内容の発表されたのがまさかの9月16日だったんですよ。そのため参加者は全員どのプロモがもらえるか知らない状態で参加表明しないといけなかったんですね。そしてこの被害を一番被ったのが倍を持っている上位勢です。というのも今回の GP2 Days なんですが、倍持ってたとしてもどっちかの大会にしか使えないっていう仕様だったんで、参加時にどっちの大会に対して倍を使うかを決める必要があったんですよ。で、大半の人が Day2 のオリジナルに対して倍を使う中、いざ景品を見てみると、まさかの Day1 上位入賞景品がデロダムだったんですね。まあ、Day2 のボルカニックも悪くはないんですが、相場で見たら分かる通り、デロダムってボルカニックの倍以上の価値あるんですよ。だったら Day1 に倍使ってたわって人が続出しちゃったわけです。まあ、そりゃ切れるわなってことで、ここは次回以降の改善が求められてる部分ですね。さて話は戻りますが、今回の GP ではプレイヤー解説としてフェアリーさん、ギラサキさん、マッチーさんの3名が呼ばれています。まあ、YouTube でライブ配信する以上、普段見てる YouTuber いた方が視聴者も盛り上がるだろうし、実際盛り上がってたんで、これはすごいいいなと思いました。コナミってことで、前置きはここまで。早速本題に入りましょう。事前メタゲーム予想です。まあ、最近の YouTube は非常に便利なもんで、コーチャーバズがしっかり当時の環境をまとめていてくれたんで、それを参考に見ていきます。だけど当時の環境がこんな感じ。まあ、注目すべきは当然てっぺんですね。ティア1のアナカラーダークネスと赤緑アポロってことで、この組み合わせがマジでやばいんですよ。まあ、中途半端な受けデッキはアポロに貫通されるのに、受け固くしようと思ったらアナカラーダークネスにコントロールされて、はい、終了。まあ、世間的にも概ねこいつらが暴れるんだろうなと思われていました。しかし、DM 配信御用達の非公式インターネット対戦サイト DM ボルトでは、すでにこの環境は終わりを迎え、次世代のデッキが流行していました。それがこちら、ガイア主波動です。当時世間的にはバトライバーのプレミアム殿堂により弱体化を余儀なくされ、ティア3止まりだと思われていたこのデッキに一体何が起こったのか、結論から言いましょう。何も起こっていません。特にスペシャルカード地味たものはなく、シンプルに俺が弱くなったところで別にお前が強くなったわけじゃねえってことですね。まあ、結局入ってるカードは全部強いし、受けも硬いんで、総合的なデッキパワーで最強のデッキだったってオチですね。さて、そんな予想がされる中行われた DMGP2022 で新しいデッキタイプは現れたのか、早速結果の方を見ていきましょう。はい、ドン。さあ、やってまいりました。本 GP 見事優勝を果たしたのは、下馬評通りのガイアシャドウ。優勝数も全体の約3分の1を占めていることから分かるように、完全な勝ちデッキでした。まあ、そもそも GP のようなどんなデッキと当たるか分からない環境では、デッキパワー is justice なんですよ。まあ、そういう GP の性質も相まって納得の優勝だったと思います。ちなみに優勝者の相田さんが使用した構築では、ガガガガイアルブランドを採用していましたが、ここが人によってはまあ、バンだったり、ステゴロカイザーの増量だったりします。まあ、ガガガはその圧倒的なフィニッシュ力でクラッシュヘッドに依存しない戦い方ができますし、バンは順当に同型に対して強いです。で、まあ、ここの部分を変えることによって様々な環境に対応できるため、現在もバリバリ環境トップを維持しています。はい、で、次に上位入賞したデッキの中から新しいデッキタイプを見ていきましょう。まず一つ目がこちら、グラスパーループ。このデッキ特に妨害がないと、5ターン目にイザナミテラスからループするため、ガイア主波動に対して速度勝ちしやすく、速度特化のアポロに対しては、サタンスペルビアで最低限の勝率を担保しています。まあ、環境的に通りがいいってこともあって、現在も CS で結果を残しているデッキです。で、二つ目が青黒ゼロ。こちら、フェアリーチャンネルでおなじみ、ドラ焼き選手が見事ベスト8入賞を果たしたデッキです。まあ、このデッキ簡単に説明すると、アツトとかザロスト使って最速で盤面3体並べて、最速3ターン目に闇をゼロからデストルツヨーネが飛んできて前半デスするデッキです。しかもゼロ打つとゼロンの盤弾が確定することから、圧倒的な過剰打点で最後殴りに行けるんで、フィニッシュ力もかなり高いです。ちなみにこのデッキのせいで、2015年に発売して以降、一度もパックでの再録がないデストルツヨーネの値段が一時4000円を超えました。現在も3000円近くの相場を叩き出しています。こういうのを再録してください。よろしくお願いします。そして最後が赤緑蛮族こと旅爺さん。こちら完全にネタ枠として作られたであろう、めっちゃデンジャラス爺さんを駆使したデッキです。まあ、これせっかくなんで効果と使い方をおさらいしておきましょう。まず G さんの効果がこんな感じ。10コス21300のギャラクシーブレイカーで、場に出た時シールドいらねえって言ったら自分のクリーチャー3体にギャラクシーブレイカーを付与します。ただこいつ一見コストが重すぎて使えそうにないわけですが、それを補うのがこちら J の旅路です。こちら場に出た時に手札交換ができるんですが、その時捨てたカードがジョーカーズなら、そのクリーチャーの場に出た時効果を使用することができます。
そしてさらに J の旅路もまた革命チェンジによって正規のコストを支払うことはありません。なんなら革命チェンジ元であるチキンタッタも見かけ上6マナですが、自身の効果で2コスト軽減して場に出せるので実際には4マナで旅路が着地します。まあ、あとは革命チェンジで出てきた旅路の効果で手札から G さん捨てながらシールドいらねえって言った瞬間、相手の自分のシールドが全て吹き飛ぶんでシールドトリガーで出てきたクリーチャーでダイフドラッグです。そんな嘘みたいなデッキなんですが、なんと入賞数第5位です。まあ、うちのメガロさんが配信卓で使って実況席ざわつかせた試合概要欄に貼っとくんで、もしよければそちらも合わせてご視聴ください。まあ、あとせっかくなんで最後俺が使ったデッキも紹介しておきましょう。はい、こちら緑弾 OB メーカーです。まあ、こちらバンパクと一緒に作ったデッキで、俺は予選落ちしましたがバンパク見事ベスト30に入賞を果たしました。そしてこのデッキ皆さんご存知の通り現在ガイアシャドウと並ぶトップティアに君臨します。まあ、正直デッキ完成した時点で薄々指してたんですけど、クソデッキすぎるんで多分1年以内に OB は行くと思います。まあ、もしよければ死ぬまで遊んでやってください。というわけで今回の動画は以上です。次回オリジナル編もお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。